名古屋のショッピングモールに先月オープンしたこちらのお店、開店直後からご覧の行列が。皆さんのお目当ては？インスタとか見てるとすごい華やかにみんなさん写真撮られてたので可愛いなって思って。あ、ミルクレープを買うためです。ショーケースの中を覗いてみると、これがミルクレープ？まるでお花のよう。名古屋市西区のモゾワンダーシティに先月オープンしたミルクレープ専門店マイフラワー。オープンから2ヶ月弱経ちますが、今もご覧の行列が。1時間20分ぐらい。すごい華やかでいいかなと思って。今回初めてで、SNS を見て楽しみにしててようやく買いました。皆さんのお目当てがショーケースに並んでいるこちらの花の形をしたケーキ。実はこれミルクレープなんです。一般的なミルクレープと比べると見た目の違いは一目瞭然。さらに外側だけでなく中にも特徴が。これ分かりますか？なんと断面が横じゃなく縦なんです。どうやってこの断面を作っているのか、作り方を見せてもらうと、まずは鉄板の上に生地を1ミリほどの厚さに伸ばし、クレープ生地を作ります。その生地の上に生クリームとフルーツを重ねていきます。ここまでは普通のミルクレープと同じような工程ですが、ここからがオリジナル。細い棒を手に生地をくるくると巻いていくじゃありませんか。全て職人が手巻きで巻いておりますので、一般的な横の層ではなくて縦の層に仕上がっております。お花のケーキを作りたいっていうところから、お花に表現できるのがミルクレープだっていうところで、皆さんが笑顔に喜んでいただくために頑張って作っております。1時ぐらいにはもう全て完売しちゃう状態なので、頑張って作ってよかったなって思いますね。今までになかった見た目にも華やかなミルクレープ。ホールケーキは要予約です。